んくれ2回,2回それぞれさて朝日新聞の今日一面トップに長官出たんですがこちらの方は関西電力で長年政界工作をですね担ってきた元副社長の方が語られたんですがそれによると1972年から18年間、えー、歴代総理7人にですね ボンクレにそれぞれ1,000万円ずつ年間2,000万円渡し続けてきた献金してきたんだと語られた原資は全て電気料金であると弱い91元関西電力の副社長内藤千守さん正しいことは言うておかないかなという。 そういう素朴な死を前にした気持ちじゃないですか原子力発電所安全と思ったことがないんです時代に逆行することはできない福島での原発事故を目の当たりにし政府の対応はけしからん長年築いてきた政官電力の関係に問題があったと思い立ち 多額の政治献金を電力料金で賄ってきた関連の歴史を詳細に語った。うん、まあほとんどは知らないでしょうね。役一般の役員でも知らないでしょう。少なくとも1972年から18年間にわたり、その当時の歴代総理7人や自民党有力者など、政界に年間数億円献金していたというのだ。 既存の政治家、総理だとか幹事長だとか官房長官それから通産大臣そういう重要な政治家との付き合い田中の学さん大平さ福田武雄さん三木さんも電力各社は政治献金分まで電気料金を支払いたくないという世論を受け 1974年に企業献金の廃止を宣言したしかしその裏で献金を続けていたという原発政策の推進が一つの目的で献金の原資は全て電気料金だったそう内藤氏は明かしている。

総理の場合は人目につかない早朝に自宅を訪れることが多かったその前の晩に宿で現金を枕元に置いて寝たという我々は名前が出た7人の歴代総理の事務所などに問い合わせたそのうち6人については献金を認めなかったこの中で存命中の中曽根元総理の事務所は元総理本人は高齢のため確認していないと答えている まあ中村さんをやっぱり生きているうちにもうちょっと喋らさない,いかんです唯一取材に応じ献金を認めたのが当時大平元総理の金庫番だった小国博氏だ内部さんとお会いになったことは何度かあるんですか,かそうちさえと言ってましたから用意できてるから何日頃東京入ってるからうちさえは非常にどうぞと ならそんな具体的に献金用意してるやいう言葉がなくてもまああだから時期的に用意してくれてんだなとこう思うわけで大平氏が総理になった後は献金は受けていないと思うとしながらも総理就任前の現金の受け渡しについて具体的に語ったそんな難しいことありませんもう包んでくれてるものいただくだけですから白い封筒なら 一袋100万円入ってるんですからそれが5つあれば500万のそして関電以外にも電力企業で経営基盤の弱い北海道や九州やはあまりなかったかもしれませんがまあ東電中部関電というこの3社が代表的な存在ですね 皆さん東電と中電は1974年の企業献金廃止宣言後は一切献金を行っていないとし関西電力は元副社長内藤氏の献金の証言について事実関係を現在確認中だとした、まあ、地域独占のこのです、ね、電力。 この会社の実態というものがあらわになってきた感があるわけですが、まあ、あの皆さん、ですね今日語られている方もどっかあっけらかんと語っているような印象を受けます、それはかなり昔の話だからというところもあるかもしれませんが同時に元副社長のこの方はですね 漢方薬のようなもんだから効果はじわじわと長く効いてくるわけで今も点々というようなニュアンスも語っていらっしゃるようなので現在もずっとこういう形は近づいあ続いてきたんじゃないかというような推論も成り立ってくるわけですよね政党や政治団体が総務省に提出した政治資金収支報告書が公開されました公開されたのは平成22年去年1年間の政治資金です 私たちは電力業界から政界にどのようにお金が流れていたのかに注目しました電力業界は公益事業の立場で企業献金を行うのは適切ではないという理由で40年ほど前に企業献金を自粛しましたしかし実際は個人献金や労働組合などを通じて多額の資金が渡っていました自民党の政治資金を集める 国民政治協会の収支報告書です献金者の名前や献金額が記されていますが電力会社の名前はありませんところが個人で献金した人に取材するとご本人様でいいらっしゃいますか電話に出たのは電力会社の幹部社員でした NHK は去年まで3年間の国民政治協会の収支報告書を調べました膨大な資料と照らし合わせて NHK が作成した献金者のリスト浮かび上がったのは沖縄を除く全国9つの電力会社の役員や管理職などが個人として献金していた実態でした献金者は少なくともおよそ700人 その額合わせて1億1700万円に上りました調査を進めると役職ごとに同じ金額がきれいに並び組織的な献金とも取れるケースがまた会社から具体的な金額を示され献金を勧められた社員が複数いることが分かりましたさらに会社の総務部が 社内で献金を呼びかけていいたたという証言も得ましたなぜ企業献金ではなく個人献金なのか実は全国の電力会社は昭和49年に企業献金の自粛を表明していたのです政治献金のサーについては一切支出しない。 電気料金を値上げする一方で、正解に巨額の献金を続ける電力会社の姿勢に批判が高まったことが、自粛の大きな理由でした。40年前に企業献金をやめたはずの電力会社。我々が取材を進めていくと、電力業界からの献金は形を変えて続けられてきた実態が分かってきました。 東京電力ののの管理職だったた。この男性。自民党の国民党国政治協会に年間5万円を献金ししていました社内で一定以上のポストに就くと献金するよう求められたと証言しましたやはり会社としての必要性を感じてそれは会社として方向でできるだけ個人献金を推奨しようということでやってきた、まあ、その結果だと思いますけども。 民主党にも電力各社の労働組合から政治団体を通して複数の国会議員に献金が渡っていたことがわかりました。その額は去年までの3年間でおよそ1億円に上りました。<music> 役員や管理職からの個人献金や労働組合からの献金さらに電力各社の関連会社からの献金を含めると政界全体にはこの3年間で 少なくとも4億8000万円に上るいわば電力マネーが渡っていたことが分かったのです我々は電力業界のトップを務めた男性に取材を求めましたあの NHK の松尾ですけどもどうもお世話になります中部電力の元会長で電気事業連合会の会長も務めた太田博次さんです個人の献金は

原子力発電所の立地などで政治の力に頼ることがあると実情を説明しました確かに反対意見が多いからそれはその政治家の先生方にお手伝いしてもらんけかということもあり得るでしょうな他の問題に比べるとね用地交渉ね発電所作って立地交渉大変ですからね献金を受ける政治家はどうなのか元国会議員の秘書は 電力会社と政治家は切切っても切れない関係にあると証言しましした。政治家にしてみれば、資金も欲しいし、票も欲しいと、まあそうなってくると、やはりお互いのお互いの妥協点っていうことも悪いけれど、見つけていくことになれば、やっぱりその法律は、その電気事業者に有利に働くようにしておくと、まあ、極端なテーマは自分たちにもその資金が入ってく <laughs> さまざまな形で政界に流れる電力マネー。それによって原子力政策などの議論が歪められることはないのか。この問いに、民主党は特定の団体などが資金提供を通じて党の政策を左右しているのではという懸念は全く当たらないと回答。自民党はどこの献金であっても それれによって党の政策が歪められることとはないと答えています経営側がその自民党サイド労働側が民主党サイドって形でまあ二大政党両方に対してねこう影響力を行使すると大規模な、ね、原発事故を起こしてしまった後ですから検証される側が検証する力権限を持ったあ国会に政治家に対して、うん お金を出すということは少なくとも当分はすべきではないと思います役員らによる個人献金についてはすべての電力会社が感知していないあくまでも個人の判断によると回答しています今後どのように対応するかも含めて 会社としその個人の判断ですから感知していないと言われても本当そうなのかなというのは正直思いますよね。ねまあもちろんその個人献金にしても企業献金にしてもこれは政治活動への参加の一つの形態ですのでそれ自体もちろんあの否定するつもりはないんですねただ、原発事故をめぐる保障でありますとかあるいは将来のエネルギー政策が政治の場でまさに議論されている時です。電力業界は政治の場と適切な 距離を取ることが求められるのは当然のことです、まあ、来年明らかになる今年の政治資金にも注目したいと思います福島大発事故をきっかけに政治との距離が問われている電力業界からの政治献金はどうなっているのでしょうか全国の電力会社は企業としての献金は自粛していますが役員らの個人献金や労働組合などの献金の形で去年までの3年間に少なくとも 4億8千万円が政界にわたっていたことがわかりました政治献金の財団については一切支出しない昭和49年公益事業であることを理由に政治献金の自粛を打ち出した全国の電力会社その一方で沖縄電力を除く9つの電力会社では役員らが自民党の政治資金団体 国民政治協会に毎年献金を続けていましたその額、NHK が調べたところ去年までの3年間では各電力会社の役員や管理職など少なくともおよそ700人が合わせて1億1700万円を寄付していました関係者によりますと東京電力では例えば社長が30万円、常務が10万円程度などと相場が決まっていて 執行役員以上の幹部には、総務部の担当者が献金を呼びかけていたということです。実際に献金した人の中には、個人的な献金だという人のほか、献金額の目安を会社側から示されたと話す人もいます。会社としての必要性やはりを感じて、できるだけ個人献金を推奨しようということでやってきた。 与党との関係はしっかりするというそこが一番のもう大事だと思ってます一方電力各社の労働組合からも政治献金が行われていました民主党の複数の国会議員に政治団体を通して去年までの3年間に合わせて少なくとも1億円が献金されていましたさらに電力各社の子会社や関連会社 去年までの3年間で、31社が自民党の国民政治協会に合わせて2億5800万円を、4社が民主党の政治資金団体、国民改革協議会に470万円を献金していました。電力会社というのは、国の規制を受ける業界あの企業ですよね、関係の透明性の確保といったようなことが、特に強く要求される分野だと。 少なくとも当分はすべきではないこうした献金について電力各社は個人などがそれぞれの意思で行っているもので感知していないとしています民主党は政治献金自体非難されることではなく党の政策が左右されるという懸念は全く当たらないとしていますまた自民党は寄付はすべて政治資金規制法に従って受けている 献金によってて政策が歪められることとはないいコメントしています経済産業省から電力会社の役員や顧問に再就職いわゆる天下りをした OB はこれまで68人に上ることが分かりました中には天下りした後39年にわたって在籍した OB もいました 経済産業省によりますと過去50年間に電力会社12社の役員や顧問に天下りをした OB は合わせて68人に上り現在も13人が副社長などの役職に就いていることが分かりました中には天下りの後、39年にわたって在籍した OB もいました東京電力では前の資源エネルギー庁長官の石田徹氏が 退任後、わずか4ヶ月で顧問に天下りしたことを批判され先月末で辞任していますが現在も他の OB1 人が顧問を務めています経済産業省は幹部の新たな天下りについて自粛を促していますが OB は対象から外されています原子力政策を所管する経済産業省の幹部が電力会社に再就職している実態に批判が高まっている問題で 経済産業省は電力会社などの役員や顧問に再就職した元職員は過去50年間で合わせて68人に上ったという調査結果を明らかにしましたこの問題について経済産業省は東京電力や関西電力など電力会社10社と電源開発と日本原子力発電の合わせて12社について 幹部職員の再就職の実態を調査しましたその結果、過去50年間にこの12社の役員や顧問に就職した元職員の数は合わせて68人になったことを明らかにしましたこのうち、資源エネルギー庁長官を最後に退官した後に電力会社などに再就職したのは 先月、東京電力の顧問を一身上の都合を理由に退職した石田徹氏など3人となっています。一方、再就職後、現在も電力会社などの役員や顧問に就いているのは13人としています。電力会社などへの再就職に対する批判が高まる中、経済産業省は事務次官などの幹部職員のほか、 資源エネルギー庁や原子力安全保安院で部長や審議官以上の役職に就いた経歴がある職員は電力会社への再就職を自粛するよう促しています。